私はがんのバイオマーカーであるメチル可視多線の測定方法の開発を行っています。 DNA を構成する4つの塩基のうち、シトシンがメチル化される反応を DNA メチル化といい、がん細胞ではこの DNA メチル化に異常が起きていることが知られています。そのためメチル化レベルを測定することでがん診断を行うことができると考えています。現在行っている研究では、メチル化シトシンに結合して光る人工タンパク質を作ることで DNA のメチル化レベルを光の強さで測定する方法の開発を行っています。この測定方法は自身の血液などに含まれる遊離 DNA と反応液を混ぜるだけで比較的簡単に測定を行うことができます。この測定方法を用いることで在宅でのがん診断が可能となり、がんを早く発見できるようになると期待されています。